シボレーラブは、イスズキロバイト、ピックアップトラックのリバジモデルである。ラブは、ライトユーティリティービヒクルを表す。トヨテハイラックス、ダットサントラック、マツダ B シリーズとその OEM である、ホードクーリエなどのミニトラック市場を独占していた、日本製ピックアップトラックへの対抗策として、1972年3月からアメリカ合衆国での販売が始まった。 前年から開始された GM とイスズとの資本提携後の初の成果となった。北米市場向けは1982年以後、米国製のシボレー S-10 に代替された。ピックアップトラックに課される25%の課税を免れるために、ラブは4%の課税だけで済むピックアップトラックから荷台を取り外したキャブシャーシ状態で輸入された。現地でキャブシャーシに、 荷台が取り付けられ、ピックアップトラックとして販売された。ラブは伝統的なラダーフレーム車種に後輪がリーフスプリング、リジットアクスルを持ち、前輪はトーションバースプリングとエアアームを組み合わせたダブルウィッシュボーン式の独立喧嘩であった。102.4インのホイールベースと6フィートの二台長は競合車とほぼ同じ大きさである。搭載されていた唯一のエンジンは、 1.8LL4 サイチェシーの G180Z 型で出力は 75HP である。ラブのボンネットとキャブはクローリアンの車体の全半分を流用したものであった。1974年モデルでわずかに変更されたが、最初の大掛かりな変更は1976年に行われ、その年にオプションで3速オートマチックトランスミッションが追加され、前輪には ディスクブレーキが与えられた。1977年モデルでは、出力が 80HP に向上し、販売台数は増え続けた。外装も新しくなり、オプションの117.9インのホイールベースに7.5ヒートの2台が組み合わされたロングモデルが追加され、1978年の販売数は7145台に上った。 1979年にモータートレンド氏が注目した四輪駆動車がラブに導入され、この車がトラック・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。販売数は最高の10192台を記録した。1981年モデルでデザインが一新され、ホイールベースは1.9イン延長されて104.3インとなった。ガソリンエンジンは同型のものであったが、 ラブに 58HP 4300rpm と93フィート LBF 2200rpm のイスズ製 C223 ディーゼルエンジンが追加された。この新型エンジンを搭載したに、w d ディーゼルラブは街中で 33mpgUS、高速道で 44mpgUS の燃料消費率を発揮し、 今までで最も燃費性能の優れたトラックの一台である。このエンジンは信頼性が高いことでも知られ、多くのこの年白物のラブはオーバーホールを要するまで50万マイルの走行距離に達している。シボレーは1982年以降は独自の S-10 小型トラックのために、米国内でのラブの販売を停止したが、同じ年に、米国内での椅スズ製ピックアップトラックの販売は、 イスズパップの名称に切り替わった。ラブの名称は今でもイスズ DMAX のバッジエンジニアリング版に使用されている。このモデルは非公式に英国でピックアップや商用車ディーラーで英国でのイスズロデオのもう一つの選択肢として販売されていた。近年ではラブはイラク政府が様々な地方や国家警察で使用するために購入する多くの車種の一つとなっている。 この椅子図のピックアップトラックは、チリでも日本から持ち込んだコンプリートのクダウン部品を用いて、アリカにある死亡例工場で2005年10月まで組み立てが行われた。開始時は、K-26 と K-28 の組み立てが行われ、1988年に40%の国内生産部品を使用した TF 型に代わり、1993年からは、 ボリビア、ペルー、アルゼンチン、メキシコ、ウルグアイ、パラグアイ、コロンビアへの輸出で成功した。総計で22万台が生産された。1980年末には、コロンビアのボゴタで、コルモトーレス社とエクアドルの基礎で、オムニバス BB による組み立てが行われた。これは、アンデス諸国への軽ピックアップトラックの初めての導入となり、80HP の 1600cc。 4気筒エンジンで1トン積みという仕様であった。現在では、エクアドエルの機とで、シボレーのバッジを付けたい鈴 DMAX が生産され、コロンビアとベネズエラの市場へ輸出されている。1999年に、太陽国から進出してきた、タイラングユニオンカーは、チリのありかにある、シボレー工場が、シボレーラブワゴンとグランドラブを製造するために、 自社のグランドアドベンチャーのボディ部品を供給したが、成功とは言えなかった。シボレーラブは、出力不足ではあったものの信頼性に富み、高品質の駆動系を持っていたが、サビに関しては重大な問題を抱えていた。生産された最後の年に、南アメリカから米国に、カイロで運搬されたほぼ半数のラブに到着した時点で、フレームに海水による腐食のサビが発見された。 ドライブトレインの状態が完璧な走行距離の多い、ラブを見つけることはそう難しいことではないが、サビによりフレームの途中で折れているものがある。ありがとうございます。